今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。 T 隊長です。これ初めにあの、はい、言いますかね、この令和スローガン、令和公金の党の公金党、令和公金党のスローガン、スローガン読みましょうかね。はい、はい、せーの、せーの争点すでに死す、好転まさに立つべし、才は孔子にあり、孔子にありな、ちゃんと言えないのかよって感じですね。そうですね、すいません。才は孔子にありて、才は孔子にありて天下大吉ならんと。大吉ならんと。怒ってますよ。怒ってます、ね。怒ってます。うん、とい三国志知らない人には何の話か分かんないですから、うんうん。というのは、うん、あの全世代型社会保障検討会議っていうのがあって、うんうん、まあ、全世代をね。うん、あの保証するんだって安倍首相が言ってて、うんうん、あ、ついにね、よくあのネットとかで言われているベーシックインカム、うん、ベーシックインカムのことが来るかって思って、それをいろいろその議事録とか、うん、記者会見の用紙っていうのを見たんです、うんうん、愕然、一言もない、一言もベーシックインカムのベの字もなくてですね。こう今と何か変わってるんですか？なんかそのもうむしろあの、まあ書いてあることはまあぼんやりとして、やっぱりその、うんうん、まあ、70歳まで働けるように、うん、その就労の機会を広げますとかって書いてあるんですけども、うん、じゃあ実際今求人サイトとか行くと、書いてあるのはこの何て言うんでしょう、35歳までの方、うん、長期勤続によるキャリア形成を図るため、うん、おいおい、国の制度じゃないですからね、そもそも。あの年齢制限は禁止されましたって、うんうん、言ってるにもかかわらず、うん、そういうところを探すと結局年齢制限はされてるんですね、うん、こう、そう、求人票とかにうちも出したことありますけど、はい、で年齢制限は書けないわけじゃないですか、はい、だけど取る人は結局思いで取るんで年齢制限かかってきますよねってし、まあ、結局でもサイトにも年齢制限、うん、35歳までとかって書かれて実際まで書かれていて、うん、っていうのとかね、うん、そのまあここの全世代保障型会議っていうのに、うんうん、まあ、参加している人も、うん、まあ、40代がいなくて、うん、もう50代が1人2人、うんうん、あと60代70代、うん、女性1人みたいな、うん、大丈夫かと、うん、それで本当にその悩みがね、うん、あのちゃんと集まってきて、うん、より良くなるのみたいな、うん、ところに、うん、とてもなんかその不安、うん、不安と憤りがあって、うん、大丈夫かと、ベーシックインカムって思って、うん、まあ、じゃあ政党ってどうなんだろうって、でこの政党を見ていくと、うんうん、あのまあ、自民党さんは基本やっぱりその消極的なんです、うんうん、まあ、あの、まあ、今経団連とか財界とはもうがっちりじゃないですか、うんうん、なので基本自民党、現在の与党である、うんうん、自民党は反対、うんうん、で、まあ、もちろんそのじゃあ連立の公明党もやっぱりその概ね反対なんですね、うんうん、でじゃあ全くこっちの逆の方でいくと、うん、共産党も、うん、まあ検討する価値はあるねって言いつつも、うん、基本やっぱり堕落はダメだと、うんうん、働けっていう感じ、うんうん、なんかまあその、希望の党、まあ、小池さんの希望の党とか、うん、立憲民主党とかはまあやってもいいのかな、検討の余地あるかな、うん、っていうところ、うん、で維新の会は、うん、まあ維新の会も、まあ、元自民党の色が強いところなんですけど、うん、まあ検討したい、うん、っていう、うん、なんて言うんだろう、やろうぜっていうのが、うん、ないんです、うん、そう、うちはだからね、むしろやろう、推奨していこう、行こう、うん、令和公金党、令和公金党としては、うん、これはもう推奨していかねば、うん、で、あの、まあ、言われて、まあ、日本の法律がそうなんですけども、うん、基本なければ政党を作るしかないんですよ、うんうん、そう、こう支持する政党がなければ作るしかない、作るしかないんです、うん、で、ちょうど今年がね、うん、あのネズミ年なんですよ、うん、これはっていうのは、まあ、一番冒頭に言った争点すでに死す、好転まさに立つべしっていうのは、うん、まあ、三国志でいうところの、うん、
まあ、一番初めにそうきっかけとなったきっかけとなった抗菌の乱抗菌の乱っていうのがあるんですけども、うんまあ、黄色い頭巾をかぶって、うん、あの農民たちが反乱を起こすみたいな、うん、元はその当時漢王朝っていうのが、うん、もう腐っていて腐っていてそうここのさっき調べた説明腐敗が進んでいたと、うん、で説明を読むと、と悪性が続き、相次ぐ天災や異民族の侵入を許す五感の天命は尽きている。これが蒼天すでに死す。はい。で、ふと気づくと今年は孔子、はい、の年ではないか。孔子の年、孔子の年です。今年ネズミ年、孔子の年です。そう。まあこの太平道をしている黄金、はい、聴覚とかですね。聴覚とか、とかはい、うん。で、それがこう。公転、公転で多分農民たちですよね、はいはい、土を表して、はい、土を表す、うんはい、こう農民たちを立ち上がれと、はい、今まさに立つ時だ立つ時だ、ジーク城じゃないですけどね公金、はい、の、公金のなんです、公金の公金党です、はい、で、まあ天下は大変に収まるだろうっていうっていうことで今、そうこんな黄色と黄色を、黄色今ちょっとバカっぽいですあ、外れた襟のないところに外れた、はい、公金の、公金党だと今まさに同じ状況じゃないか、ね、同じ状況じゃないかと、うん、でそれによってこう三国志がスタートしたはいなんでまあ本当は三国志っていうと黄巾の乱はまあすぐに終わっちゃうんです、うん、すぐに終わっちゃうすぐにピチャッて潰されちゃうんですけど、ま、いいんです、うん、いいんですまあそうそうこう取り込みましたからね黄巾、はい、あの軍隊としてねはいでいうのはこれちょっとおふざけでやってるわけじゃなくて、うん、いろいろこの、原田豊さんの、うん「ベーシックインカム」っていう本ですとか、うん井上智博さんっていう人の、うん、AI 時代の AI 時代の、うん、新ベーシックインカム論っていうのを見ると、うん、あの全然財源的にもできるって言ってて、うん、まあでもその財源的な難しい話をここではあまりできないとは思うんですけども、うん、あのそうまあ僕の思いとしては、はい、これから AI が来るわけじゃないですかまあ嫌がおうにも便利なものは来ますよ、うん、来ますよね、はい、でそれはこの時間の問題だと思うんですよね、はい、10年後に来るのか50年後に来るのかの違いで、はい、絶対来るんですよ、はい、で人々の労働は AI に奪われてくるんですよ、まあ、この本にも出てくるんですけども、うん、その間違いなく今ある仕事で、うん、なくなる仕事はあります、うん、なくなる仕事はあるよく言われるのは、ねうん、AI によってじゃあ生み出される仕事もあるだろうって言われるんですけども、うんうん、雇われる人数は確実に減るんです、うん、減る効率なんですよ、うん、効率的なものですか効率的、はい、で、まあ、人間よりも圧倒的に効率的になるわけじゃないですか、はい、そしたらこの会社側も人よりも AI 導入しますよねっていう、まあ、ゆくゆく考えると全然、うん、あのコストが違うのでコストが違う、はい、こうね文句も言わないし、はい、もう24時間働けるじゃないですかと、はい、いうことでこうどうやってもそっち側に進んでいくのはもう間違いない目に見えてますね、はい、だとするならばそうなった時に人間が困らないようにこう仕組みシステムを作っておかないといけないなっていう、はいはい、なのでこうもう労働が中心じゃない世の中を作らなきゃいけないんじゃないか、はい、で、うん、まあ一応この井上智博さんっていう人は、うん、まあやり方としては、ねうん、2020年これ18年の本なんですけど、うん、2020年ぐらいから、うん、まあ初めは国のお金として2万円から始めよう、うんうんうん、で徐々に徐々に上げていって、うん、最終的にはもう税金で賄えるよみたいな試算もされてるんです、うんうんうん、っていうあのこの原田豊さんっていう人はもともとその経済産業省であったりとかで、うんうん、ちゃんとその予算とかの確保も考えた上でできるよっておっしゃってるにもかかわらずどこもね、うん、そのやらない BI をやるよ全世代救うよって言いつつも、うんうん、結局は何もなってない、うんうん、でこの本にも指摘されてるんですけども、うん、あのじゃあ今はどちらかというと弱者を救おうっていう、うんうんうん、働ける人働いて弱者を救おうっていうふうになってるんですけど、うん、この弱者も結局お金をもらえているのは、うん、あの2割ぐらいだって言われてるんです、うんうん、8割の人はもらえる資格があるにもかかわらず行き渡ってない、うんうんうんなんでその北九州市で遺書としてね、うん、なんかそのおにぎりが食べたいっていうメッセージを残して孤独死の話ですね、はい、死んでいった人もいる、うんうん、要はそんなお金もない中、うんうん、要はうまくいってないのにそれを維持しようとしているっていうのは、うん
え、なんか問題があるんじゃないの、うん、でもまあ考えるとね、うん、そのもしか僕がじゃあその、うん、導入するシステムをやっていこうっていう人だとすると、うん、現在の仕事にアドオンで仕事が増える上に、うん、その仕事をやっていくのは、うん、将来自分の仕事をなくすことのために仕事がプラスされてそれをやるって面倒くせえだろうなと思って、うんうん、この、まあ、今あるというかベーシックインカムの仕組みが、はい、単純に言うと国からお金を配りましょうじゃないですか、はい、でそれをなんで反対するかっていうのはその人たち省庁だとか、はい、まあそういう、うん、いろんな思惑が、うん、要は政党の思惑もあるし、うんうん、各庁の思惑もあるし、うんうん、あとはその実際働いてる人たちの不安もあるし、うん、なんか NHK で前なんかベーシックインカムが紹介されたっていうのが YouTube 見ると、うん、そのベーシックインカムのところにその番組が出てくるんですけど、うんうん、なんかただでお金がもらえるみたいなサムネになってて、うん、そのただでお金がもらえるって、うん、ただより高いものはないじゃないですか、うんうん、なんか若干不安を植え付けるような印象であったり、うんうん、そのお金が足りないって言ってる人もいれば、うん、堕落するって要は、うん、いろんな局面から批判されるんです、うんうん、っていうそのブロックをね、その公金党としては、うん、あ、じゃあ令和公金党としてはバカっぽい、いいですよ、バカっぽくて、令和公金党としては、うん、じゃあその、 あのブロックをね、うん、外していく、そうだからその70歳まで働けっていうのがそもそもおかしいんじゃないですかっていう、そうで別に働けじゃなくて自分がやっている行動がお金になっていれば、うん、別にそれは多分感覚としては、うん、働くっていう表現じゃないかもしれないですね、うん、その要はお金をもらうことに関して抵抗がある、何もせずにお金をもらうことに関して抵抗がある、はい、っていうところだと思うんですよね、はい、でそれは良くない、働かざる者食うべからずとか、うんうん、なんかそれがさも正しいかのような、うん、だけど AI が来たら働けない人がいっぱい増えてくるって話ですよね。その時にそう言われると辛いですね。そうそう、いや、はい、働きたくないわけじゃないんだと。そう、僕も別に仕事がしたくない、あ、うん、まあ、仕事がしたくないって言ってるわけじゃない、うん、けども、うん、どんどんなんか仲間たち、うん、この45歳のねロストジェネレーションって勝手に名付けられた人たちが、うん、勝手になんか、ま、周りのどんどんクビになってね、そう、あぶれていくんですよ。就職氷河期でまず就職できないから始まって、ワーキングプアとか言われて働けど働けどみたいな、うんうん、あ、働きたいんですよ。で、まあその働きたい、働かなきゃいけないっていう価値観はなくさなきゃいけないのかな、はい、あ、そうですね、働けない人も出てくるしってなった時に、働けない人がのたれ死ねばいいのかっていうとそうじゃない、はいはいはい、うん、なので働くことは多分 AI に置き換わっていくんですよ、はい、徐々に徐々に、はい、で多分最終的にはどの分野でも人間が枯れないレベルまで行くんですよ、はいはい、そうすると人間の仕事っていうのは多分誰かを喜ばせたりとか、うん、そういうなんかもっと感情的な感覚的なその楽しいことをする、はい、こう自分の承認欲求を満たそうとするみたいなところにこう特化していくんじゃないかな、うん、あ、なんで自分が得意だと思っていることをそれぞれがやればいい、うん、そうそうそう、だからこう YouTube で動画を流したりとか、まあ、音楽を作ったりとか、アニメをやったりとか、うん、映画を作ったりとか、そうそう、だからまあゲーム好きな人ならゲームの中でこう、機械が好きなら別に機械を作って、うん、っていう話ですよね、うん、はい、っていうところに行く、こうだから それってこう便利だからとかじゃないじゃないですか、うん、生産性がどうのこうのとかっていうのとはもう全く違う世の中になってる、はい、でそうなった時に稼げてない人も出てくるわけですよ。うん、こうやって YouTube をやってもお金が稼げない、稼げる人もいれば稼げない人もいるみたいな、はい、だけど稼げないからといって他に仕事もないって話ですよね、はい、それは何とかしなきゃいけない、はい、で、まあ、この本でも指摘されているのは、うん、そういった時代が来た時の受け皿、うん、受け皿もう考えないとねっていう、でそれはこう今からやっておかなきゃいけないかな、そうなんです、うん、で今何も準備がされてないんです、うん、こう突然来年 AI 導入でみんなクビとかなった時に困ってしまうんで、はい、でも結局今政府がやってるのは就労支援です、うん、就労支援です。であとはあ、その全くお金が配られる、うん、満足に配られることない、じゃなんか支援みたい
そうそうそう。なのでこう就労支援はもう本当に意味がなくなるんじゃないかなって。そう、ね、年齢そう制限を撤廃するじゃないですか。70歳でも働けますよ。でも今は全然撤廃されてないです、ね、撤廃されて、まあ、もし撤廃されたとしてそうなったとしても、はい、だけど雇う人は今まで100人だったけど10人ですみたいな。しかも若い子の方がいいですよね。そうそうそう、はい、ってなった時にやっぱりこう70よりは20歳の方が有利じゃないですか、はい、っていう、うん、なったのがこのネズミ年、うん、ネズミ年とうとう令和公金の党が公金党が公金党令和公金党が立ち上がったわけですね。そう、はい、まさに立つべしです。まさに立つべし、うん、これがまあ広まってね、うん、まあそのちゃんとうまくいく うまくやる曹操みたいな人、うん、そう諸葛亮孔明みたいな人が現れれば別に潰してくださいですね。僕たち潰れてもいいんですよ、はいはい、なのでこうやって動画で広まってそうですね。そうでそれをやってくれる曹操とか劉備とか、はいはい、まあ、そういう人たちがこう立ち上がって立ち上がってくれればね、うん、まあ、でもまず今、うん、今の与党自民党とかは、うん、まず基本ベーシックインカムの導入には反対なので、まあ、まずこの動画で言いたいのは選挙に行かないとねっていう。そうそうそう、争点すでに死すべしなんです、はい、まずベーシックインカムがいいねっていうところに行かないといけないし、うんうん、我々がそのベーシックインカムうん、いいねっていうのに本当に気持ち的精神的になんかそのブレーキが取れないと、うん、僕もなんかその働かざる者食うべからずっていうのは思ってしまってるんですね、うん、怠け者だって思っちゃうんです。そうでもこれがあの解決できれば、はい、KKO 問題も解決するんですよ。むしろ KKO は先を行く人たちですね。先を行く人たち、はい、まあその人たちが立ち上がるかどうかですよね。でその人たちみたいな人たちが今後増えていくだろうって話じゃないですか。仕事がどんどんなくなってこれば。そうですね、うん、はい、そうするとそれをこう歯止めになるし、はい、その人たちが救われていく。で本当に好きなことをしてもいいよ、うん、っていう話ですからね。そうそうそう、うん、はい、だからこう好きで引きこもってる人たちは少ないと思うんですよね。はいはいはい、KKO、 そうですね、そう、はい、だからこうストレスが溜まって爆発するわけ で好きで引きこもってるわけじゃないのに KKO と言われる言われてこう爆発するんですよ。はいはい、これはそうなのでその状態はこう、まあ、ベーシックインカムっていう制度じゃないかもしれないですけどね、はい、まあ、要は働かなくても生きていける世の中、うん、AI が来て労働しなくても生きていける世の中っていうシステムの一つの案としてベーシックインカム、はい、他にもありましたよね。負のなんとか税、あ、負の所得税、負の所得税、はい、まあ、いろいろその経済学者、うん、あのノーベル賞を取るような人たちができるよって、うん、でやってる国も実際あるんですけども、うん、流れてくるニュースはなんかフィンランドが断念したとか、うん、カナダがダメだったみたいなニュースは流れてくるんですけども、うんうん、うまくいってる例っていうのは流れてこないんです、うん、これもなんだっていうのはそこですよ、ね、ちょっと思ったりする、うん、だそっちの方がなんか話題として面白いからっていうのもあると思うんですよね、はい、ダメだったみたいな、あ、空見たことかみたいなことがメッセージで来るんですけども、うん、うまくいってるところもあるじゃんっていうのはここに本にも挙げられているので、うん、順次ここから、うん、これからだからそういうのをこう模索していけるような世の中にしていく、はい、でまず、うん、私たちの使命としては、うん、この公金党広めていく、公金党を広めていく使命を、うん、勝手に感じており、うん、そう、なんか三国志詳しいとか見ると、うん、いや当時の人は数え方が違うよとかえ、じゃあなんか太平洞を押すのっていう、太平洞は押さないです、押さないです、押すのはベーシックインカムです、うん、はい、なんでそのベーシックインカムがじゃあどうやって広まっていけばいいかっていうのをこれからやっていければなと思ってます、うんうん、まあ、民衆の幸せみたいなところは一緒ですけどね。あ、そこを願ってるのは一緒ですよね、うん、はい、そう、みんなで立ち上がりましょうって、はい、はい、なんでもし諸葛亮孔明な人が、うん、みたいな人がいるんだったら別に、うん、そう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 、一緒にこれつけてもらって一緒につけてもらって、はい、まあ、むしろ潰してもらってもいいです。あ、そうですね、論破してくれる、ね、論破してくれる、はい、論破、うん、あ、でも論破じゃなくてそのベーシックインカムやる上でっていうことで、もっといいシステムがあるよとかっていう論破なら全然大歓迎、リボンを下ろします、はい、あ、それ素晴らしいですねって、はい、っていうところですね。潰されに、はい、っていうところ、はい、次回からなんですベーシックインカムの、うん、いろ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 、うん、紹介していきたいと思います、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。